お疲れちゃんのスラットです。今日はですね、ミラーセンド21日目やっていきたいと思います。ということで、ゲントロン74ですね。はい、7400から今日やっていこうかなと思います。で、残り期間が8日もあります。はい、ということで8000ね、行きたいですね。さあ、いつも通りねやっていきましょうか。で、まあ、今日はディガー型でねやっていきます。なんか前回ゴブドリやったんですけど、やっぱゴブドリめっちゃ強いですね。はい、ゴブドリめちゃくちゃ強いので、ちょっと今日はね、一回、割に帰ってと言いますか、いつものね、はい、基礎のデッキで、やっぱ勝っていきたいですね。これでね、やっぱ8000いきたいね。そう。でも、スケだとほんときついんでね、縦戦です。で、今回の相手は、2.6 ホーグー。いや、もう、デッキがね、もう、環境がもうね、狭いですね。このトロタイは。もう 2.6 ホーグーしかいないやんは言い過ぎですけども、まあ、2.6 ホーグー3割ぐらいいるので、よいしょ。さあ、また VS2.6 やっとるやないかいって思う方も、ね、多分いると思うんですけど、まあええねん、勝てばええねん言うてね。さあ、どうしようかな。まあもしかしてスケで受けてきたらラッキーだなと思い、ウッド転がしたんですけど、間違いなく早いね。今のは間違いなく早かったよね。自分でも思いました。さあ、で、ここはちょっと攻めちゃおう。スケがないサイクルなんでね、今。このディガーの受けがね、ちょっと苦しいんじゃないかなと思ったら、いいファイボが飛んできちゃうもんだ。頑張れ、16。よいしょ、端前プリン。間に合う？おぉ、めっちゃギリギリ間に合っていく。いや、でかい、でかい、でかい、マジででかい。そこ、間に合ったことによって、あ、これもしかしてあれでない。諦めましたね。さあ、いや、でかい、これ。マジ、26はね、結構相性がいいので、まあ、あとは落とすだけなんですけど、これ落とすのに時間かかっちゃうんでね、このデッキ。さあ、ナイス。まあ、26は美味しいな。で、枯渇も、めちゃくちゃプレイが良ければ、勝てるって感じかな、テンプレ。あと何がいないんだろうね。なんか、このトロダイやってと思うのは、ゴーレムとかがマジでいないっすね。そう、ラバはいるんですけどね。ゴレはいないのと、なんだろうな、まあ、テンプレが基本多いね。土地狂ったようなデッキはね、まあ、稀にいるんですけど、意外とみんななんかね、まともなデッキを使ってるイメージがありますね。さあ、いや、でかい。普通にでかいね。さあ、7430ぐらいね。よし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 、順調順調順調。いや、75いけるとなんかね、あと500って感じになるね。まあ、あと500、そうなんだよね。あと500なんだけども、なんか、結構トロ上がったねっていう、もう少しだねっていう風なね、ちょっと気になりますね。さあ、よろしく。さあ、スプリングさん、なんかゴレのイメージがありますね。なんか大会とかでよくいるイメージがありますね。さあ、一旦リガーを行きましょうかね。ミニペー、全然違ったけど多分ゴレの人なんですよね。いや、ワンチャンゴレもある。ワンチャン LSP? にょん、エレキでした。さあ、まあ、これは神ザップ来ないことに乗っていいのでね、突進。エレキミニペか、スパーキーかな。わお。兄弟スケルティン。巨スケエレキミニペってなんだろうね。どっからミニペが湧いてきたんだっていう感じではある。そう。縦の戦士がミリ残りしたのでディガー行きます。これ何のデッキなんだろうね、マジで。キョスケダックプリミニペってすごいね。おお、いや、マジすごいねとしか言えないんだけど。やばい、危ない危ない。いや、いいよ。まあ、これは、チレチレチレ、エイムがチレ。あー、マジでチームだな。さあ、キョスケドリルの、ミニペック入りか、ダックプリと。ふん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 。で、エレキのね。まあ、ちょっと厄介だな。トルネードもありそうですね、これは。さあ、まあ、キョスケドリルね。今日動画上げましたけども、キョスケ参戦。まあ、キョスケ自体来てますからね。ドリルにも入っちゃうっていう、特殊よね。いや、端前プリンあんま、てか、プリンセス使うことなさそうなんで、端前出したらたまたまやばい。これ、マジアチで射抜いてくるかな。まあ、射抜いてきたら射抜いてきたでいいや。さあ、いや、いいんじゃない？
なんか相手めっちゃ空振ってんな、いろいろ。それ空振らん？空振らんか。やばい、変なとこにディガー飛ばした。ちょっと待ってよ、相手がね、相手も俺もなんかプレイがバタバタしてんの、ね、痛い痛い。攻めでディガー使いたかったし。イカ落ち着いて。ファイボでしたね。まさかのトルネージョな。さあ、まあ、端前プリン。まあ、マジアチャで返される？返されない。いや、これミラープリンだったな。ちょっと待ってよ、俺。いつもこんなプレイしてるか、俺。いつも通りのプレイでいいんだぞ。俺よ。さあ、これは縦の戦士最強。トルネが来ない。走って、まあ、一旦プリン出そうか。いや、このキョスケダックプリやばいね、マジ強え。さあ、まあでも待って、やばい、残れる。いやー、これどっちを削ろうか悩むとこだね、マジで。やばい、ユーノが帰ってきた、バカモン。なんで帰ってきたお前、マジで帰ってきたんだ。マジどうなってるか分かんない。さあ20秒。うわ、もったいない、もったいない、トルネだったら。わー、多分間に合ってた気がしないこともないけど、負けちった、もったいないな。いやー、これマジでもったいないな。なんでっていう、いや、なんか分かんなかったな、間の。まあ、なんか京介ドリルの、うん、なんかゴレとかにね、エレジェイとかに負けたのかな。エレジェイ用とかにミニペにしたようなデッキでしたね。さあ、ちょっと、まあ、そういうこともあるわ。でもなんか前よりね、もう昔よりこのミラーがなんかね、なんだろうな、手にもう吸い付いてる。でもっと吸い付かせないといけない。なんか今のもね、 100% ぐらいの異次元プレイできてたらね、勝ててた気もするんですけどね。いやー、来たよ来たよ、三重士くん。いっぱい来るね。さあ、これはでも、ウッドがね、やばい。プリンもね。痛いよ。まあまあまあ、許容してあげようか。さあ、ミラーじゃない。何三種だ。いや、これ、タルボで来るんで、100タルです。延命からのディガ。いやあ。おー。たまたまタワーに入れ。入らんな。いや、延命したいな、これでも。よし。プリン？当たんな。いや、いいよ、もう一発？おーい。まあまあまあ。いや、三重視戦もね、多分みんな見飽きたと思うんですよ。そう、いつも三種と試合しとるやんっていう。三種もね、多いんでね。よく言ってます。三種枯渇ホグで環境はできてます。
さあどうしようかな。なんで右あんなダメージ受けたのかわかんねえな。さあ縦の戦士で囲んで三子が、いや出ないな。三子早く出てきてほしいんだよな。よしよしよし。いやでも相手も学んできた。よいしょ。お願いゴルネ走らないで囲む。いや俺これ分かったわ。一生守ってトルネウッドだけで勝ちます。これ俺一生守ったらねトルネウッド削りで勝てるんですよこれ。一生守ったらの話だけどね、ガチで。よいしょ。さあウッドで、まあ暇だしウッド削っとくかこれ。よしよしよし。いやマジでこれしとくとね本当に負けないんですよ理論上は。でもね目が足んねえよね右見て左見てさ、マジゴーストの毛とかがさマジで大変すぎる。よしよしよし、意気込もれ、得意だぞ。一日中ベッドに住めるもん俺。もうベッドから出たくないよね、部屋から出たくない。もう一生引きこもります。引きこもり得意です、任してください。相手もなんか三子出さんくなったな。よいしょ。引きこもるのは一番得意。三子も出さないけどね、相手もどうやって勝つんだいっていう。よいしょ。一緒。お互いなんかプレイがキモくなってる。やっぱ本当優秀すぎる。さあもうね、そろそろ出したくなってくる相手も。結局ね、出さなきゃね。あ、なんか新しいの出てきた。やばい。まさかのサプライズ豚？そんな感じ？まさかの豚出てきたな。いや、豚はね、完封できないんだよ、俺。ちょっと待って。豚は普通に嫌だ。これ、ヒースピきます。いや、来なかった。やばい。いや、ゴルネ走ってくる。くんな、豚を相手陣地に戻れ。オッケー。いや、めっちゃ地味な試合やないかい。なんか相手もね、でも途中で学んでね、三子出さなくなったんですけど、序盤のウッド削りがね、オッケー、ナイス、ナイス逃げ切りです。いや、これ地味な勝利ね、めっちゃ大事だから、こういう地味な勝利がね、一番大事。さあ、あなたのデッキは、何ですか？まあ、何引きたいだろうな。神相性がわかんないんだよな。まあ、26か？まあ、26、うーって感じやな。いやー、さすがにガン無視なのか、これは。いや、痛い目の無視が来たな。いや、いい無視だ、これ。結構渋いな。まあ、冷静に。プリン出して矢が飛んできそう。これキングに向かわねえかな、あの D が。いや向かわねえのか。いやーこれ守れねえな。じゃあ、いやまあこれはしょうがない。でもプリン残ってほしい。待って、プリンだけ残って。いやこれ勝ちたいな。ラバーあんま負けないんですよね、ぶっちゃけ。結構ガチな話、ラバーはね、ちょっと餌側のカードだからね、勝ちたい、これ。スケドラだけ厄介だな。次、ラバーの後ろにスケドラつかせないようにね、ディガーコウモリとか、もう、ディガーコウモリからの言うのでもいいな。もう一個付け出してみる。
よいしょ。で、ザップかヤナアメとか使ったとしても、U の守んないといけないんで。あー、ババね。うん。まあまあまあ、悪くはない。悪くはないけど、めっちゃいいわけでもない。助けて。やばい。うん。いや、まあ交換でいこう。交換よりもめっちゃ受けてるけど。大事大事。さあ、サラチ対決いこう。絶対俺の方が不利なんだけどね、このサラチ対決は。待って、インドラ、インドラだけ。うわ、インドラだけ。インドラ。いや、これは、勝たないといけませんね。なんか、前帰ってた気がするんだよな。いやー、どまい。勝ったり負けたりだな。75行きたい、75。毎日100上げれば、8000いけます。さあ、スケルトン。うわぁ、あ、でも、金木戸美味しい。これ、どう、コメントで教えてくれたんだよな、これね。金木戸の位置ね、もう、左、なんか、外側にね、斜めにこう動かせば、動かすっていうか、位置変えればね、ゴブリンバレル入らずに金木戸ができるんですけど、やったことないんですよね。確実に金木戸したくて。攻めていいかな、みたいな。よいしょ。さあ、マイティー枯渇だ。キングが起動してる。これ多分ね、この D がプリンセスに行くようにスケルトンとか出てきそう。出てこないんかい。うん。もうこれ、端前プリンで、おい、端前プリンでとか言うとね、そういうことになっちゃう。いや、はや、回転。言うの？ウッドが短い。やばい。やばい。にょっ。危ない。いや、めっちゃいい。めっちゃいい。いや、めっちゃいい。痛い、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 痛い。いや、まあ、回転早いね。回転早いね、君。てか、マイティー枯渇やばいね。スケファイスピプリンで、なんていうか、スケファイスピウッドバレルバレル、スケファイスピウッドバレルバレルができるんだ。なるほどね。マイティー君。まあ、これマイティ連盟してきてもプリンを処理できるよっていうプリンだね。いや、マジで、うまっ！ちょっと待って、やばい。あ、待って、なんだこのトルネは。待って、やっぱ流れが世界一悪い。世界で今一番流れが悪い男です。いや、マイティが、マイティがめっちゃ俺にぶっ刺さってる。いや、待てよ、これ一回流れを変えるためにケツプリン。回転早くてやばいね。いや、もう全然頑張れる。端前プリンだけね。端前プリンだけ嫌。あと、あの堀も嫌だな。なんかびっくり登場してきた。やばいやばい。いや、うまいぞ。いや、マイティーバカ強くね。なんで回転が早すぎる。枯渇に対して俺の方が回転が遅いっていう、そんなことある？足前プリン、やめて、ロケが来る。いや、これ一回ちょっと流れ変えたいね。
来た。いや、もっと欲しい、ゆうの。ん？おつ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 。マジである、マジである、マジである。うわ、うわ、マジで持ったらもう勝って負けてを繰り返してるさっから。なんでやねん。くーって、2連敗か、これは。やばい、74した。いや、一旦74戻そう。そう、74戻して、かな、もう沼は戻していかなきゃね、本当に。よろしく。もう数こなすしかね、沼をね、回避する方法なんかないんでね。さあ、迫撃、ちょっとやったね。さあ、これは D 側でタゲを取ってます。裏に行かないか。迫撃ハンターか、ちょっと特殊だな。スケルトンラッシュの可能性が濃いぐらいだね。そう、いや、もう一回走らすか。よしよし、まあ受けがないんでこれはしょうがないですね。スケラ、何これ。いや、ゴルナイはね、どうやって受けよう。走るね。さあ、一旦縦の戦士、これ何のデッキだ。でもポイズンなんで、まあディガー削りか。いや、わかんないね。むず。何のデッキこれ。そう。おー、いや、迫撃スキラだな、これ。多分、スキラっすね。これ、タワーに行ってほしいな。熱い熱い、タワーに行って、お願い、バルキリー蓋しないでくれ。さすがにしてくるか。いや、美味しい、マジで美味しい。これ、金起動っすね。手前に引っ張ってあげると、いや、これ、スキラだ。いや、ディガーの、いや、でもディガー飛んでこないもん。いや、スケラっぽいんだよね。タルババだし。そう、スケラだった時にバカ熱い。スケラだったらだけどね。さあ、これなんなら走らせたい。よしよしよし。からのなんですよね。問題でもね、相手と同サイドは嫌なので、正直なとこ右サイド削りたいね。で、これ次どうせタルババやってくれそうだからなと思ったら。うん。やってくんなかったね。やっぱ左なの？いや、さすがに右？いや、でもここまで来たのになってなるよね。よしよしよし。削ってく、削ってく。あー、まあさすがにそうっすね。スケラでした。いや、ゴルナイか？お願い、走んないで。お前だけはマジでやばい。ほんとに。でも取れねえとかない。割り込み！熱い！熱い熱い熱い。いやー、反応若いね。まあ、右でも左でもぶっちゃけどっちも削れるね。マジで負け筋、ほんとゴルナイだけっすね。ほんとにあいつだけだ。毎回負け筋は。よいしょ。これでも多分俺が右を攻めれば攻めるほどね、相手からしたら嫌だと思うんだよね。マジ、ゴルナイがでも嫌だな。あ、うまい、それ。とどめようとしてる。いや、カラーの両サイズに来た。いや、この U の追加熱いんじゃね？お？これは、事故れる、事故れる。うわ、陸受け豊富。めっちゃ陸受けおるやん。陸受けしかおらんやん。びっくりした、今。いや、これ、熱くない？いや、マジ、ハンターの位置がええな。いや、でもこれ、いや、ハンター、AM よ。いや、エルキサイドがこそない。熱い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 。さあ、そして、右サイは全プリン強ですね。やっぱ、キング起動したら神でしたね。何だったっけ、エレキか。最近ちょっと認知症が進んでる。いや、でもこれ一回右ね、攻めとかないとね、相手からしたらね、固めるだけだからな。いや、この攻めやばいね。家らしすぎる。まだキング起動でかっ。キング起動してるから守れてるですからね。キング起動してなかったから守れてないかな、多分。守れ。今守れない。ちょっと怖いんで。ハンターね、危ないんでね。
さあマジ冷静に冷静にターゲットだけを取っていく。めちめちめち。でも相手もね、え、よくこの俺のこれについてくれるね。よしよし、許容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 。お、空許容大丈夫。いやー、オッケー、さすがに拾ってくが、ウッド2周。まあでもこれでまだ7-4をウルチョロしてるだけなんでね、7-5行きてえのに遠いな。7-5だよ、7-5行きたいのはね。ということで今日7-4で終わりですね。はい、いやー停滞だ、定期的に停滞が来ますね。まあこれでどうしても上げたい、これでどうしても上がらなかったらちょっとだけゴブドリ型使います。はい、まあでもできるだけディガーでね上げたいと思います。よければチャンネル登録、高評価もねお願いします。お疲れ様でした。